大阪千葉のおひな祭りでは、千葉ゆかりの旧家に伝わるひな飾りを公開しています。少なびこな神社様のおひな様は境内にあり、美しいひな人形と共に、小さな茶道具や食器、タンスなど作り込まれた小さなお道具類は素晴らしいものです。大阪千葉の歴史や文化を感じます。買い合わせ遊び体験の会場には、買い置やハマグリの貝殻で作られた 源氏物語への買い合わせ、変次、など、平安時代の王朝文化を楽しめるお道具類をご準備して、かつて遊ばれた買い合わせの遊びを10名の参加者の皆様と楽しみました。買い置きからいを出す、出し飼い役の私は、平安装束に身を包みました。ここまで動画をご覧いただき、ありがとうございます。これからも頑張ります。